トリスマ、ま、ゆりこさん、オリーさん、伊藤先生、ジョンソンさん、そして関係者の皆様、 Vlog3 周年おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、3周年。はい、いやめでたいですね。めでたい。はい、今日はトリスマからもお祝いのメッセージ送らせていただいております。トリちゃん最近すごい手伝ってるもんね。そうですね、まあ、最近、Vlog すごい手伝わせてもらってるんですけども、まあ、アプリのコンセプトがすごい良くてですね。うん。バリアフリーマップなんで、バリアフリーのマップを作るだけっていうのは今まであったかもしれないんですけど、こう、参加者のみんなが情報を一個のプラットフォームにこう載せてって、うん。っていうコンセプト。だからみんなで作るバリアフリーマップっておっしゃってるんですけど、そこのコンセプトがめちゃくちゃいいなっていうのと、あとはまあ、情報を増やすためにやっぱり認知とか上げてったり、ファンを増やしていかなきゃいけないっていうことで、街歩きイベントみたいなのよくやってて、要は車やってるよね。うん、うん。まあ、健常者の人とか集まってみんなで、街中を歩いてミッションをこなしていくっていう、まあ、イベントもやって、すごく楽しいイベントになってて、まあ、先ほどお名前も挙げさせていただいたジョンソンさんっていう方がめちゃくちゃ名司会の方で、毎回行くと楽しくてですね、まあ、イベントもすごい人気になってるっていうことで、まあ、イベントとそのアプリのコンセプト両方とも合わせてめちゃくちゃいいアプリだなっていうところで、改めて小田百合子さんがこう作りたい世界観っていうのを、感じられたので、僕も応援したいなと思って、いろいろ応援させていただいてます。すごいよね。社会起業塾って、なんかその、社会起業家集まるコミュニティで初めてゆりこさんとお話したけど、うん、もうその、ずっとその思いをこう貫き通してるっていうのがね、活動を見ててもすごい思うから、俺も陰ながら応援しておりました。そうですよね。なんか物ができてったりとか、みんな応援する人が増えてったりって、やっぱり人柄もあるのかなと思うので、うん、まあ、僕も引き続き、ゆりこさんも応援していきたいですし、まあ、運営の方も少し手伝いながらね、盛り上げていけたらなと思いますので、まあ、引き続きちょっと、今回は短いメッセージになってしまったんですけど、しばらく3ヶ月ぐらい募集してるそうなので、順次僕も上げていきたいなと思いますので、はい、トリスマにも出てもらおう、トリスマにも。はい、トリスマとしても応援していきたいと思うので、はい、まあ、私とおさむちゃんで、また一緒に応援するために動画とかも撮れたらいいなと思いますので、はい、トリスマにぜひ出てください。出てください。はい、ということで、本当に本日はおめでとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。トリスマ。トリスマ。